はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。というわけでやってまいりました。今日もグランプリやっていきたいと思うんですけれど、前回、とりあえずエルフのね、ビートダウンというか、まあ速攻デッキみたいな感じのデッキを組んだんですけど、プレミがひどかったね。ポーラちゃんなんか使い慣れないな。ちょっとこうポーラちゃんに慣れた方がいいね、まずね。まず2枚以上プレイしてないといけないんだよね。PP、残り PP が2以上で、2枚以上プレイしてないと、機能できないと。ただの2、2コス2、バニラになっちゃうと。で、前回ね、やってみて思ったんですけどね。やっぱ除去増やしました、ちょっとね。もうマダンもガン詰めにしたし、武闘もガン詰めにしたし、妖精の人もガン詰めにしました。うまくいかないと多分きつい。で、アリアちゃんが最悪機能しないからアリアちゃんやめて、まあ、とりあえずもうフェアリーを持ってくるビートダウンでございますということですね。まあ、手札に戻せるカード結構あるんで、ウィスパラー使い回したりとかすれば、まあ結構、息切れはしないんじゃないかとは思うんだよね。で、未だに明治使ってるってね、絶対今エルフプリンセス明治使ってる人なんかいないんじゃないかっていうぐらいな感じはしますがね。まあまあまあ。これでいきますか。まあ正直不安だけどね。あれかな、なんか明治やめよっかな。なんならさ、やっぱ純真ちゃんとかでいいような気もするんだよな。純真ちゃんさ、除去しづらいでしょって言いながらやった方がさ、結局2枚でしょ。まあでも0コスで数並べられるのは強みなんだけどね。いやでもね、さすがにもうエルフプリンセス名人の時代は私は終わってるんじゃないかって気がするんだよな。もう打点ないんだよね。打点欲しいんだったらここかな。アクスガールアビーちゃんいれば 6まで倒せるんだよね、進化で。進化で6まで倒せるって結構強くない？最悪相手の盤面処理するのにさ、活躍しそうだよね。まあ、数プレスんだったらスクナちゃんがむしろ、66まで行くんだもんね。急がれ、ちょっとスクナちゃんとかにしてみようかな、もう。まあ、息切れとまた話は変わってくるんだけどね。まあ、でもやっぱなんかね、サイズ欲しいんだよね。実際。サイズ不足が否めないんで、相手が大型出してきた時にどうしようもないんだよね。まあ、武闘と一応いたずらがあるけど、そこだけで果たして乗り切れるかっていうとちょっと怪しいんだよね。まあ、こことかはね、あと場に残りやすいカードの方が結構良くて、ワンチャンスルーしてもらえそうだもんね、純真ちゃんって。そういう意味では、ありな気がするんだよね。まあ、打点の話は結局、なくなったんだけど、でも正直、スクナちゃんとかも欲しいっちゃ欲しい。けれどだよね。でも、このデッキやるならポーラちゃんとか数増やした方が面白そうな気はするんだけど、なんとも言えない。とりあえず、ある程度息切れしないビートダウンデッキということで、まあ、強いかと言われたら正直、すーげー際どいデッキなんだけど、まあ、これで行ってみよっか。あんまね、これだっていうのがないんですよね。思いつくのが。まあ、多分、もうちょっと多分、いろいろあるとは思う。やりようはね。でも私がね、こう、使いやすいとか、なんか、これだっていうデッキがね、あんまりないんでね、女性端で。もうちょっとでもいいカードはあると思うんだ。あとは、まあ、アンゲミだから、サハイすら活かせるから、サハイすら、上手に使う形もいいとは思うんだよね。なんなら前のネクロみたいに、なんだろう、サハ回収するようなギミックでっていうのも強いよね。サハイすらひたすらやって、もうサハイすらでその気になれば、場とか除去しつつ20点刻んじゃうみたいな。そういうのもありだと思うんだけどね。とどめアイシャちゃんもいけるしね。なんかそういうデッキの方がコンボデッキのネクロよりは安定しそうな気はする。実際ね。バンピーちゃん、バンピーちゃん、私だって戦えるんだから。それじゃ、まあ、ある意味始めよっか。まあ、先行なんだよね。ウェルフェアリーダンサー握っとくか。このまま行こう。で、一旦目はフェアリーサークルにして、そっからだね。相手の動き見て考えよ。武闘か。まあ役に立つこともあるだろう。よろしくね。なんなら次2体並べてもいいしね。相手が小粒だったら、
あいつしかも11になって弱くなってるんだもんね。ワンチャン。よろしく。おうっす。ワンチャン刺せるけど、ここは刺さないね。あ、いいね。で、ここ2体並べて。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？で、次、純真ちゃん刺しに行って。うん。もうガンガン行こう。甘い時間を過ごしましょう。あー、ドレインか。強いね、ドレイン。進化されたとまずいけど。万人に向けた歌なんて。ここ勝つでよかったかな。失敗したかな。メイちゃんとベルスフェリーダンサーでバンバンいっちゃった方がよかったかな。ちょっとしくったかもしれん。めんどくせえ。回復バンプか。うわー、めんどくせえ。ひどいな。めんどくせえ。潰せないから、ここはもう行こう。どうする？でも結局釣りダメなんだよね。心で聞いて。まだ食べ足りないのに。次中途半端なことやった、うん、戻すカードがないんだよな。今戻すカード欲しい。すごく切実に戻すカードが欲しいな。ドレインしてくる感じか。ごちそうがいっぱいじゃない。いやーでもめんどくせえなー。正直回復あ、マジか。あー盤面あれか。なるほどね。とりあえずぶっ飛んで回収して。まだ食べ足りないのに。ここで決めるよ。奇襲状態に持ってきたわけでもないな。ただ一人のためだ。心で聞いて。一緒に踊りましょう。止めとくかこれ。いや行こう、行っちゃおう。ガツガツ行こう。ガツガツ。正直言うとめちゃくちゃ弱え。戻すカードくれ。戻すカードが欲しいよ。でも目視力とか入ってんだよな。復習状態にしない方が良かったかな。意外なカードが。意外なカード出てきたな。バンビーちゃんはすごいんだから。あ、これビートなんですか。私は君に力を授ける。意外なカードが出てきたね。はしゃぎすぎました。はあ、はあ、はあ、これはガツガツいこう。弱え。弱えな、ここ弱えわ。なんかサーチしてきてほしいな。あ、ポーラちゃん。ポーラちゃん。2枚以上プレイしてたら、一応いけるな。心で聞いて。あ？違う。待った、行って、あ、もったいねえ。打点伸ばせたんじゃないこれ。一緒に踊りましょう。ここ戻すじゃん。これ終わってる？とっておきだよ。なんか体がキラキラしてきた。いやこれミスったなこれ。あ、待った意味ねえか。意味ねえなこれ。ポーラさんで戻すだけか。で戻して、こっちでこの重心をあったり戻すだけか。戻してんだ。どっちにつか。でも、1点は、あ、でも変わらないか、変わらない、変わらない。変わりはしないな。てか、ベビー、メイちゃんがめちゃくちゃあれだな。これ、ね、あれだもんね、もう一人はあれだもんな。さあ1体でも多く生き残れば。ただ失踪がないんだよな。
全滅しちゃうときついね。ゴルルンガンド。まだバンピーちゃんに勝てると思ってるの？これラストワード。ラストワードだね。相手のリーダーを止めると相手のリーダーと相手のフォロー全てだ。はあはあはあ。あなたに届いて。あ、でも別に問題なさそうだけどな。これは勝ったのか？勝ちかな？勝ちかな？あ、分かった分かった。あ、よかった。ガツガツいっちゃってよかった。なんか相手のデッキ自己手だっぽいな。うん。イエス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 。やったー！勝ったよ！まずは一勝。さあ、この調子で4勝していきたいが。正直不安でいっぱいなんだよな。今みたいな。ちょっと今も正直事故ってたしな。まあ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 。まあ、あのドレインちょっとめんどくさかったね。でもあれ強気でいっちゃってよかったかな。まあ、あそこは3点殴るか1体倒すか悩んだけどね。でも1体倒して正解だったかな、多分。あの1、3が場に残っちゃうだけでも、場潰されちゃう可能性あったからね。1、1のフェアリーとか数減らされちゃうし。やっぱ数1体でも多い方がね、あのダメージ点数が上がるから。バンプいいね。だバンプある意味相性いいといえばいいと思う。ガッテガッていけるから。退屈させてくれるなよ。相手が自ら寿命を削ってくれるんで。メイちゃんありっちゃありだな。フェアリースカーか寄せのやつら。予選で戦えてもいいか。悩ましいな。まあ、大丈夫。マダン。あの、ベルスフェリーダンサー、早めに握ってもな。珍しいわね。よろしくね。あー、そっちダメ。そっちダメなんで、11の方出してよ、11の方。まあ、しょうがねえな。ねえねえ、何して遊ぶの？なんなら次ワンチャン導き打ってもいいしな。でもなんか出てくるやろな。俺は。あー、勝て。相性悪。相性悪いやつだわ。これは相性悪いわ。これはフェアリーサークルだな。いやー、止まっちゃうやつだな、俺。止まっちゃうおじさんだわ。参ったね、相性悪い。ひどいなー。そういうゲームね。武闘か。マダン打ってもな。ここはメイちゃん、多分、ここに刺さったら笑えねえけどっていう話になるけどね。どうなんだろう。溶けていく。痛いの嫌いなの。しゃあね、殴れね。まあでも数は並べさせてくれそう。問題は次だよね。これきついな。目覚めがすごい。1音が突破できねえっていうこの弱さね。しかああ、めんどくさ。それさえあれば。ああ、ここ潰しに来るんだ。いやー、後手に回ったなー。なんて悲しいことにすごい後手に回ってしまった。なんだかなー。しょうがねえ。私は、まだ。ねえ、何して遊ぶの？ここで決めるよ。悲しいけれど。なんか体がキラキラ。次から妖精のいたずらかましていきたい。いけるかな。妖精のいたずらじゃねえや。妖精の調べだね。なんだ妖精のいたずらって。ああ、バウンスするカードか。大型来ても一応武闘があるけど、いや、地味だわ、これ。それさえあれば。めんどくせ。私は使命を果たす。とりあえずこれだけ言える。めんどくさい。ひっどいなぁ。ひっどいなぁ。いやーでも並べちゃうのきついね。数で結局負けてんだもん。かぁ。やらせてくれねえな、なかなか。
で、結局相打ちなんだよな、進化して。美味しくね。2枚プレイしていたなら、まあ、進化圏なしで潰すか、あそこ。まあ、それでもいいかもしれない。今日も森は平穏ね。ひどいな。正直は全然美味しくないけどね。こっち来ないでなの。どうする。でも進化圏は結局使うんだよな。ちょっと考えるわ。あーでもな、後手に回っちゃうから、できればあんま変わんねえか。変わんねえな。こっち来ないでなの。私はまだとっておきだよ。いやー、これはダメだな。ちょっときついな。妖精さんたち、お願い。妖精さん、相手の盤面潰しながら戦っていくしかないかな。てか、待って、手札やべえ。手札バーストやん。次バーストやん。これダメだー。これダメなやつだな。負けれない、このパターンは。これダメだわ。序盤から相手に触れないってやっぱきついな。こいつ、この14の壁が出るだけできついっていうね。あ、苦しんできた。少し本気を出すとし。なるほどね。貴様の行く末は死だ。少し休もうかな。ひどいな。超めきついし、しかもここで新しいから手に入んないんだよね。あー、ボッシュン。てか、メイちゃんとか今結構いてくれたら強いんだけどな、メイちゃん。なんでメイちゃんいてくれんねや。つらい。バカな。大体復讐状態になっちゃったよ。ねえ、何して遊ぶの。つらすぎるやろ、これ。これでおしまい。これは負けフラグビンビンだな。なんか体がきれい。まあ諦めないで頑張りたいところが。ここで相手の返しが弱ければまだ耐えられるけどね。うん。なんかあったら知らん。我が胸に燃ゆる怒りを。終わったわ。終わったわ。だから不思議状態にしたくなかったんだけど、それはしょうがねえ。これメイちゃんあるだけでだいぶワンチャンあったな。でもメイちゃんいたんだよね、序盤ね。いたんだけど、あれ、この試合いたっけ。欲しい時にできなかったね。いや、ちょっとね、プランがというか、相性悪かったかな。ちょっと序盤硬いやつがいただけできついってなんやーって話なんだけどね。ブレスフェリーダンサーとかでパンプして潰しに行くってテクニックもあるんだけど、いや、どっちかっていうとあれだね。妖精のいたずらか欲しかったのね。あそこで1音でバウンスできれば、相手がただ2点食らうだけで美味しいって言えたかもしれないし、だね。まあ、ランダムにはなるからあれなんだけど。まあ、しょうがね。ロイヤル。私だって戦えるんだから。どうぞお覚悟を。ブレスフェリーダンサーもっとしたいな。1コスト引けないか。1コスト引いてほしいな、ここは。先生が引いた。よろしくね。1コスト。バカバカ弱い。これまずいな。イブリシャちゃんキープしない方がよかったかな。あー、一旦遅いやつね。まあいいでしょう。なぜ私は相手事故ってんだ。これ嘘でも一旦目動かして、あ、でも相手先行で事故ってんだか。結構これは美味しい展開だな。これは稼がせてもらいたいな、打点一気に。あー、死後か。数並ばないな。誰か教えて。ここは数並べに行こう。今日も森は平穏ね。痛いの嫌いなの。一人どうすっかな。22で行くか。11、悪いがこいつが鍵をなんでね。終わりだな。少し休もうかな。並べさせてくれないね。さーて、どうする。ここブレスフェリーダンスなしでいこう。今日も森は平穏ね。ねえ、何して遊ぶの。ねえ、何して遊ぶの。ここで決めるよ。オーバーを除去していきながらビッグ。なんか体がきれい。こっち来ないでたの。おっと、しくじったんだ。刻んでいくよ。手札に戻すカードがないんだよな。何体生き残るかな。
円卓会議。悪しき者は我が剣です。あら、これで決めます。懐かしいな。あ、いっぱい並べてくるんだな。聖堂騎士団、あらららら、戦闘準備。重厚なる盾を見よう。あー、うぜー、最悪だな、これ。これ妖精の調べないときついな。妖精の調べがあれば全然いいんだけど。うーわ、きっつ、これやられたな。マジかよ、全滅コースじゃん。笑えねえ。マジか。これは笑えないな、ちょっと。マジで？出した、戻したまで言えんのか。それ刺さってたね。バリ刺さったやん。ねえ、何して遊ぶの？はい、ワン、ツー、ワン、ツー。それは刺さってんな。あ、PP 余ってないからダメか、戻せないのか、よく考えたら。全然使い方分かってねえな。なんだぞ。PP 余ってないやつ出せないんだよね。お願い、妖精さん。いやー、なんかすげえやらされてる感が否めなくて嫌なんだけど。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？いやー、これは押し切れねえやつだな。まずい。なんか。なんだぞ。いや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 、弱いぞこれ。あ、うっぜ。悪しき者は我が剣。またかよ。またホワイト、どんだけホワイトパラで持ってくんだよ。あっぱれ、相性悪。重厚なる盾を。相性バリ悪。もっと熱く、もっと熱く。硬くなっちゃった。いったと。相性バリ悪いんですが、ちょっと。どういうことだこれ。相性悪すぎやろ。悲しくなってくるぞこの相性。ポーラちゃん戻してバンバンバンの方が強いか。いやー、嘘やろこれ。嘘じゃないんだよな、これがリアルってやつか。悲しくなるな。あなたへの愛はここに。あ、だから間違ったって。何やってんだ俺、ほんとアホやな。ミスオツ。まあ一応これもやりたかったんだけど、2点刻む、2点刻むのって、まあ確かにね、全滅させて、いやでも全滅できたやん、これ。全滅させた方が良かったんちゃうん、これ。ねえ。うわぁ、もうアホやな。全然これはちょっともったいないプレイングだったんじゃない？これでおしまい。え？何それ？なんだぞ。何その効果？交戦したらプライスする、その効果あんだ。ああ、そうなんだ。めんどくさ。なんだぞ。いやー、これ無理だな。相性悪。相性悪いな。こんだけ守護並べられたと、ちょっと無理があんな。もっと捧げたい。あそこ潰すんだ。あー、もう無理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 。主語バリバリ並べてくるやつでしょ。これはね、相性悪いわ。これはね、無理だね。相性悪すぎだわ。勝てるしね、これ。万人に向けた歌なんて。まあ、ハリネズミが育成されまくっちゃってどうにもなんねえんだけど。どうすりゃいいんだ、俺。なぜ私の羽は黒くなったの？いや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 、もう場に出すかっていうか、もうこれ詰んでるな。無理ですね、無理ゲーですね。お疲れ。相性悪っ。いやー、だから相手が動き出す前に攻めたかったなー。てか妖精の調べだったらなー。うーん、ブレスフェリーダンサーと妖精の調べの作用ね、タフネスが一応上がるかどうかって重要だったなー。いや、あれでもサーチできないからね。うわー、なんかもうえらいこっちゃね。あれ、無理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 。戻れないの。あー、積みましたね。完全に積みましたね。少し休もうかな。おつぶすぎんだよな、こっちのデッキ。ひどいなぁ。ひどい目に遭うわ。メイちゃん。心で聞いて。あなた、届いて。あ、ただあいつがひたすら育成されるだけのゲームやんけ、これ。ねえねえ、何して遊ぶの？そこかーい。いやー、無理無理。ちなみに私リノセウスとか入ってないんで安心してください。ねえねえ、何して遊ぶの？
やったぜ。倒した。満足。満足できねえ。あー、舞踏や今引けたか。ちょっと待ってたんだけどね。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？お疲れ。無理。さすがに無理だわ。相性はえぐ。すごいね。いやー、これは無理だわ。お疲れ。ダメだ。行くぞ。人雷が如く。あー、やっぱ守護置かれた時にどうするかだよね。ひどいな。ひどいな。すっごく強いんだね。守護置かれた時にどう戦うか。いやーでも守護対策、いやでもあの数複数並ぶっていうか、ホワイトパラディンか。いやー妖精の調べあればな、妖精の調べだったらな。あとポーラちゃんのねプレミいい加減やめて。それまあプレミっていうか、でもどっちにしろあそこマダンで、あそこの マーズだっけ、あれ倒したかったから、あれしょうがないはしょうがないんだけど、てかあれじゃなかったら多分倒せなかったんだよね。いやそれでもな、いやーなんか違うよね。どっちみちだからベロスカリダンサー戻して出すってやると、1位の、どっちみちだ、多分足んなかったよね。1、1、2だから、あ、ダメか、どっちみち足んなかったかな、あれ。6あったっけ、あの時。ないよね。5しかなかった気がする、PP。足んなかったよね。だからどっちみちマダン打つぐらいしかやることなかったと思うんだよな。あー、やっぱなんか足んねえな、このデッキ。私だって戦えるんだから。手加減なし。援護射撃はワンチャンあるよな、援護射撃。これはちょっとこうだな。1コスト。1コスト引けねえ。まあ、40分の6。あ、違う、40分の9か。40分の9で結構引けるぞ。引けないもんかね、40分の9。引けねえ。ダメだ、持ってねえわ。よろしくね。こういう時あるよね。結構あるんだよね。てか、大会とかは私結構引きいいんだけどな。まあ、大会っていう体でやってないかな、これ。ドロシーですね。よろしく、ね。ドロシーかきついな、ドロシーも。もう、ビートダウン、ほんと、一人置けるかどうかって結構重要なんだけどな。特に相手除去しまくってくるから。さあどうすっかなこれね。まあマジックミサイル飛んでいくんでしょ。あスナイプか。少し休もうかな。あー強い強い強い。無駄がない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 の強いな。おいおい、ここはこうだな。今日も森は平穏ね。いや俺先行なんだよな。先行なんだけど、先行こそ一旦目にはちゃんと置きたいよね、フォロワー。もしくはちゃんとフェアリーサークル打つとかしたいよね。ああ、戻してくれた。で次、数並べるけど、数まとまって処理されることあるよね。あー、えぐいな。多分あれか、ギガントキマイラか、これ。ギガントキマイラタイプか。お願い、妖精さん。まあ、とりあえず全力で並べよう。ねえ、何して遊ぶの？ねえ。ばらまかれたら知らねえ。何して遊ぶの？ねえ。何して遊ぶの？ばらまかれたら知らねえ。あるよな。ばらまくカードなんかいっぱいあるんだよな。特にウィッチには。これまた相性はエグそうだな。お、回復か。オッケー。あー、待って。死ねないのか。一人ぐらい除去してくれると思ってた。うわ、埋めてしまった。埋めなきゃよかったパーティーンか。あー、でも、導き引いたね。ここで決めるよ。なんか体がキラキラしてきた。それが引けたのは、びっくりした、まあ、今。ああ、ここでなー、もう一回やってくれたら熱かったな。ワン、ツー、ワン、ツー。お願い、妖精さん。ダメ、ダメ、ダメ。いやー、もうちょっと欲しいな。ここで本当にプラスアルファ妖精の調べがあるとなお強かったんやけどね。そうもいかんわね。いやー。妖精の調べ欲しいな。レイゴーレンが出てくる。あー、オッケー。そのぐらいやったら全然いいな。誰が進化してくる。オッケー。あー、キマイラまで出てくるのか。それは強えわ。それは強いね。はしゃぎすぎました。はぁ、それはちょっとコマッチングだね。メイちゃんか。メイちゃん熱いな。ねえねえ、何して遊ぶの？オッケー。おいしい。ここは後手だな。本当は攻めたいんだけどね。攻めダインなんだけど、攻めダイン。
2でもいいのか。2でもいい。2でもいいか。どうだ。でも2点の方が強いな。あなたへの愛はここに。ダメ、とっておきだよ。あれ、ほう、なんか体がきれい。ダメ、お願い、ノンセンス。ダメ。いやでもな、この後ない、この後続かないんだよね。あと4点どうやってもぎ取る。手ぐらい決まりを取るときついな。ああ全滅か。もっと捧げたい。全滅か。うん、さすがに潰れちゃうね。少し休もうかな。かあ、ここはあと上から強いカードを引くのに期待だな。こっちかな。万人に向けて歌なんて。あ、熱いね。なぜ私の羽は黒くなったの？私の羽は黒くなったの？ダメ！おしれ。あとはなんか引いてくれ。武闘とか、あ、まあワンチャンあれでもいい。なんや、マダンじゃなくてマダンか。うん。でもあと相手がギガントキマイラ決めに来たら終わり、負け。いや、そこそこブーストしてるよね。どうだ？覚悟はいいかしら。相手が決めるのが先か、こっちが決めるのが先か。ちょっと弱かったね。終わんのかな。あ、でもリガントスマイルって何コストだ、あいつ。もう出ないのかな。あれも軽くなって出てくるんだっけ。あいつのコスト知らねえや、よく考えたら。だよね。さすがにイブリッシュは戻したりはしなくないよね。あー、いるなー。いや、全滅か、また。全滅コースか。あ、終わったか。終わったかな。あー、終わったね、多分。ディガントキマイラがあるのかっていうか、なくても終わんのか。14点。すごいね。このまま殴られても終わってんのか。負けたわ。ひどいなー。すごいね、超越が20コストになっても全然いけるもんなんだね。そんなにスペルブーストしてんのかな。まあしてるのか。いやー、きっつ。押し切れないんだよな。なんかこう最後の一押しが足んねえ、このデッキ。あとやっぱ、ドロソ足んないかなと。実際ね、ウィニーってやっぱドロソあってなんぼやけどね。ドロソが足りないんだよね。なんかしながらドローできるといいんだけど。だから欲しい時にやっぱさせないっていう弱さがあるよね。私だって戦えるんだから。やっぱこの形ちょっとないかな。連れて行ってあげる。あと毎回その先行一ターン目のアクション先行なんだよな。イブリシアか。ブリシアだ。1コスト持ってこい。1コスト持ってきて。ダメだ、弱いな、引き弱だな。結構私持ってるんだけどな。ダメだな、やっぱデータはダメだな。あ、いや、引けるわ。こういうとこ、こういうとこ、これこれこれ。これよ、これこれこれってこれ。いやー、どうなんだどうなんだ。ネクロは、ネクロどうなんだろうね。相性どんなんとも言えんわ。まああれかもね。とりあえず刻むだけ、刻んでいくだけよ、ダメージを。まずはダメージをしっかり刻み入れていくとこだけだよね。もうとにかくガンガン殴っていこう。相手にネクロマンスを止めさせない。ああ、そうそうか。セウスか。名手の戦士を甘く見るなよ。ネフティスだね。ネフティスだな、これ。
ぶの？私の死を誰か教えて。こっち来ないで。頼む。これはネフティス。今日も森は平穏ね。さあ、どこまで刻めるかな。まあ逆にカムラはあんまりあれなんだよね。うん、相性的には悪くない。こっち小粒やからね、そんな回復されない。あー、バリバリあれだね、バリバリ餌は餌らしくしてなさい。そうそう型の猫ですね。あれ回復すんのか。あれ放置できねえやつか。なるほどね。ねえねえ、何して遊ぶの？こっち来ないでなの。ここで、とりあえず戻して、ベレス上からベレスカリダンサーが危険ね。弱っ。誰か教えてやって。やっぱベレスカリダンサーチープ基準あるよな。ねえ、何して遊ぶの？はい、全部出して。何して遊ぶの？一体でも生き残っていこう。いやでもやっぱ強いね、メイちゃんは結構活躍してくれてるわ。こっからが弱いね、正味。何が来る ?4 ターン目でしょ。セレスちゃんきついな。魂の馴染み。セレスちゃん来たら結構ね、心折れるよね。まあ相手結構コンボデッキ感あるよね。戻れないの。楽しみとか。ここっと遊びましょう。オッケー、あれはマダンで潰せるから。聞こえるのよ。ワンちゃん、メイちゃんのも潰せるんだけどね。ここで決めるよ。なんか体がキラキラしてきた。お願い、妖精さん。ねえねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？私の死をね。で残り5。押し切りたいんだけどな。打点がパンプするカード。いや、ワンチャン五分五分で持ってくるってのもありだな。持ってこれっか。保証はないけど。すべてのもの。私の身行くわよ。ああ、でカムラが出てくると。利用させてもらうわよ。名手の戦士を甘く見るなよ。さあ、あいつと、ここは妖精のいたずらか何かが欲しいシーンだね。あ、武闘か。武闘持ってった。3点回復されちゃう。でも、変わんないかな。そっちの、その方が強いな。あ、でもこれ死ぬのか。死んじゃった方が良かったか。ただ3点回復されちゃうんだもんね。あー、ミスったかな。ミスったな。妖精さんたち、お願い。妖精さん。見た？自害しちゃった方が良かったかな。さーて、次何が来るか。なんかあと1点刻むやつ欲しいな。イブリシアちゃんでもいいな。お？少し休もうかな。あー、カムラが出てくるのか。あー、めんど。いやでもこれはイブリシアちゃん持ってくるとかがいいな。利用させてもらうわよ。名手の戦士を甘く見るなよ。さーて、どうしましょう。あれね、あ、でも武闘でもいいのか。妖精の調べたらダメ。イブリシアちゃんサーチに期待か。飛び込みつけたごめん。ポーラちゃんじゃダメなんだよね。万人に向けた歌なんて。あ、武闘引っ切ってきたね。オッケー。じゃああとは武闘で決めよう。ここさえ生き残れば勝つ。あと相手がめっちゃ回復しなければ。あー、1点回復か。1点回復は1点までにしてください。もう1点回復されるときつい。やめてください。あー、やられた。押し切れねー。押し切れない萌えじゃんこれ。あ、勝った。オッケー。ナイスでしたね。ナイスでしたね。なぜ私の鼻が黒くなったの？イエス。結構やるじゃない。いや、危う。
危ういな。実際ネクロも一番これカムラ型で当たりたくなかったんだけどさ、こういう感じね。なんだろうね、このマッチング運のなさね。まあ一応は勝ったけど、いやー当たりたくないようなデッキばっかり当たったね。まあしょうがないね、運もあるからね、ほんとね、こういう勝てるかどうかって。はあ、あと2回挑戦できる。いやーいやーって感じだよね。エルフトラッカーってなんだっけ、全然覚えてないな。いやーなんかやっぱちょっとこれじゃない感があるよね。まあもしかしたらね、まあ、この状態でも B ランクは、また多分ラウンド2にはいけるかもしれないけど、いや、全然ラウンド1で通りたいんだけどな、決勝ラウンド。でもやっぱアンギミきついな。アンギミは何かベストを考えないとな。これ一回エルフやめよっか。次何しようか。バンプ。おこれ男の子だよね。決着は僕がつける。パクさんや。でもまあ僕君たちはまだ幼い、まだ脆い、だからどうかここは任せてくれないか。決着は僕がつける。例えばこの手が汚れた。まあでも汚れようともか。こんなところで負けられない。まあ絶対男の子だね。なるほどね。心は弱く脆いもの。はーい。ほい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 。あーれー、収穫ゼロ。まあエルフどっちかだとスクナちゃんとかサイズが欲しいから、スクナちゃんワンチャンあるかもしれないんだよな実際。で、ちょっとサイズ不足が否めないんで、てかポーラちゃん難しいからやめよっかな。なんか全然うまくいかん。てかコスト的に難しいんだよね結構。ポーラちゃんやめてスクナちゃんとかで打線見た方がいいんじゃないかな。一回ちょっと考えましょう。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。